明日は兵庫県内各地で追悼の行事が予定されています。そのうちの一つ 1.17 の集いが開かれる神戸市中央区の東遊園地と中継がつながっています。橋本アナウンサーお願いします。はい、三宮の駅から南に歩いておよそ5分、神戸市役所南側にあります東遊園地です。5時12分に日の入り、その後暗くなってきましたけれども、風はあまり強くありません。ただ足の指先、手の指先はかなり冷たくなってくる、そんな現在5時37分です。犠牲者の追悼と記憶の継承へ、 1.17 の集いでは毎年灯籠で描く文字を公募で募集していますが、今年は共にという文字が選ばれています。先ほど午後3時ごろからボランティアの方々がおよそ7000本の灯籠で 1.17 ともにという文字を形作っています。このあと午後5時46分に黙祷が捧げられます。ボランティアの方々はもちろん震災を経験された方で、今日で言いますと神戸高校、新興学園高校の生徒、野球部員たちが昨日今日と設営を手伝っているという状況です。さてここからは 1.17 の集い実行委員長の藤本真一さんとともにお送りしてまいります。藤本さん、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。明日であれから29年ということになります。今年、藤本さん、文字がともにということになりましたけれども、この文字への思いというのはいかがでしょう。はい、昨年からトルコシリア地震であったりとか、今年の1月1日の能登半島地震があって、その後にですね、たくさんの文字が寄せられました。で、このともにというのは2つの意味がありまして、1つは、阪神・淡路大震災を経験した神戸の人たちが一人じゃないよと、寄り添い続けるよという一緒という意味のともに、でもう一つはですね、やっぱり震災から29年が経って経験している人たちが高齢になって続々亡くなられていると。でなかなか当時を語れる人が減っている中で、震災を経験している世代としていない若い世代が一緒に語り継いでいこうと、この2つの意味を持っています。そういう意味ではこのボランティア準備の段階でも震災経験している人としていない人、いろんな方がいらっしゃってますよね。はい、年々やはり若い子たちが来てくれて、準備してくれているおかげで、この大きな追悼行事が、開催できているところは大きいですね。はい、そして今年で言いますと、元日には石川県の能登半島でまた大きな地震がありました。こちらに関しては藤本さん、どう思われてますか。1.17 希望の明かりの碑文にもあるんですけども、1秒先すら予知できない人間の限界ということ、まさかあの日にそれほど大きな地震が来るなんて誰も思ってなかった。で阪神・淡路大震災の時もそうでしたが、やはりそういう大きな地震というのはいつ来るかわからないということを改めて考えさせられる出来事だったなと思っております。そして明日で29年、阪神淡路大震災から29年ですけれども、改めて明日へ向けて今どんなお気持ちでしょうか。今年29年で来年は30年という大きな節目を迎える中で、私はやはりこの集い語らいの場所を1年でも長く続けることが使命だと思ってますし、その中で新たな被災地の皆さんに少しその思いが届けられたらいいなと思っております。はい、明日へ向けてまたハードスケジュールかと思いますけれども、ご自愛ください。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。 1.17 の集い実行委員長の藤本真一さんでした。お集まりの皆様にご案内申し上げます。東遊園地ではこの後午後5時46分から黙祷が、そして明日も午前午後ともに5時46分に黙祷が捧げられます。また能登半島の地震が発生しました、午後4時10分にも黙祷が捧げられる。東遊園地から生中継でお送りしました。橋本アナウンサーでした。藤井さん、今年はその竹灯籠の文字にともにという文字が、その作られるということなんですが、本当にやっぱり意味がいろいろありますね。そうですね、これまでつなぐということを言われていたんですね。つなぐというのは今言われているように、これまであったことを次につなぐということだったんですけども、能登の地震を見て本当に皆さんも痛感されると思っているんですけども、震災に過去も現在もなくて現在進行形であると。で我々は本当にその火山層が少しにある非常に脆い地盤のように生きているようなことを痛感しました。そういった意味ではもう30年といってもほんの一瞬の時間ですから、我々日本全体、我々は世界全体が共に
災害に立ち向かって、災害に遭われた方に手を差し伸べていく、そういったことではまさに現在進行形の言葉で、共にというのは大変重い言葉というふうに感じました。まさに本当に神戸のメッセージが込められているということだと思いますね。